いつみそうすけから1894年は、幕末から、明治の武士、剣術家、警察官。少年は1834年とも言われる。桜半藩子藩、いつみのぶゆきの子として生まれ、家電の立身流を修行する。立身流は、袋地内で打ち合う古式の憲法であったが、江戸で、市内防具を用いる激剣試合が、盛んになると、 桜藩も1850年に多流試合を許し、北進一刀流や、鏡、新明智流などを招いて学んだ。鏡、新明智流からは皇帝の上田馬之助が来て、いつみは上田の指導を受けた。1860年、父より立新流やい目録を受ける。父の計らいで藩から剣術留学の許しを得て、1861年に江戸に出て、鏡、 新明治流氏学館道場を、主として一年間劇権を修行。規範後、当日書の師範並みとなった。明治維新の廃藩後、八幡の開墾に従事していたが、1879年、警視庁に劇権世話係が創設されると、鏡、新明治流の上田馬之助、梶川義正と共に最初に登用され、警察官となる。本部武術家。 激犬専務教師として、警視流剣術、居い合い、柔術を制定し、警視庁武術の中心的人物となった。1884年12月、滋賀県県霊小手電安定が、関西の剣学を引き連れ警視庁に試合を挑んだ。滋賀県警察部の高三ブ三郎に、 激犬世話係34名が連覇され、総崩れ寸前となったが、最後に受けて立ったいつみが得意の上段の構えから、小手を決めて勝ち、警視庁の面目を保った。その後も、奥村左近太志や松崎波美志郎らと名勝負を繰り広げた。1887年11月11日、伏見宮邸での天覧株と割り試合に、いつみ、上田馬之助。 坂木原鍵吉の三人が選ばれて出場。逸見と上田は失敗したが、坂木原は名刀道たぬきを用いて成功した。山岡鉄州は、剣閣はたくさんいるが、逸見だけは真の剣を使うと評した。また、水蓮の達人でもあり、高野佑三郎がそれを称えている。ありがとうございます。